こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回はドラムの初心者脱却プログラム第3回目、第3弾としまして、今回はフィルインの8分音符のタム回しをやっていきたいと思います。この初心者脱却プログラム、1回目ではまず8ビートを叩いていきました。2回目では8分音符と16分音符のフィルインを叩いていきました。その中でも、今回は8分音符のフィルインをタムに移動していくっていう、トレーニングをやっていきたいと思います。まずは、前回前々回1回目2回目の、おさらいをちょっとやっていってみましょう。8ビートのパターンから、8分音符のフィルイン、手順は右左右左、そして足で四分音符をしっかりキープしながらフィルインの時には踏んでいきます。そして、8ビートに戻る時にはクラッシュシンバルを叩いて8ビートに戻る形をやっていきました。まずはその8ビートから8分音符のフィルイン、そこからクラッシュシンバルからまた8ビートに戻る、その、繰り返しをちょっとやっていきたいと思います。8ビートを3小節、フィルイン1小節、4小節を繰り返していってみましょう。ここまで1回目と2回目でやってきた形になります。今回は今8分音符で叩いたフィルインをタムやフロアタムに動かしていきましょう。動きが出てくるとリズムが狂いやすくなるので、しっかりと足の四分音符を意識しながら叩いていってみましょう。ではまず1つ目のフィルインを叩いていきます。1拍目2拍目はスネアドラムで、3拍目と4拍目はタムで叩いていきます。では、やってみましょう。8ビートからフィルインをまた交互に叩いていきたいと思います。では、2つ目に、今度は1拍目2拍目はスネアドラム、3拍目はタム、4拍目はフロアタムで叩いていきたいと思います。ではやってみましょう。
では3つ目のフレーズを叩いていきたいと思います。3つ目は1拍ずつスネアドラム、タム、またスネアドラムに戻ってフロアタムに1拍ずつ音を変えていきたいと思います。また同じように8ビートから叩いていきましょう。では4つ目のフレーズを叩いていきましょう。4つ目は3拍目の表まではスネアドラムで、3拍目の裏を左手でタム、4拍目は右手左手でフロアタムを叩いていきます。拍の途中でスネアドラムとタムで右左で音が変わっていきます。足がつられてしまうことがすごく多いので、足がつられないようにしっかりと四分音符をキープしながら叩いていきましょう。ではやっていきます。では今叩いた4つのフィルインを8ビートを挟んで1つずつ叩き分けていきたいと思います。8ビートから1番のフィルイン、8ビートから今度は2番のフィルイン、8ビートから3番のフィルイン、8ビートから4番のフィルインを叩き分けていきたいと思います。テンポは90のテンポでまずやっていきたいと思います。では一緒にやってみましょう。
では、もう少しテンポを上げて今と同じ形を、110のテンポで叩いていきたいと思います。ちょっときついかもしれないですが、頑張って叩いていってみましょう。いかがでしたでしょうか。今回は8分音符のフィルインの、タム回し、タムに移動した形をやっていってみました。タムに移動するとどうしてもこう距離が出てくるので、拍がなかなかこうしっかりとリズムキープができないという方はたくさんいらっしゃるんですが、しっかりと足を意識することで、足の脂肪をしっかり意識することで、タムに移動してもリズムが崩れなく なくなってくるかと思います。このチャンネルではドラムのスキルアップをするための知識や技術を動画にて分かりやすく解説しています。この他にも足の使い方、手の使い方、動かし方、あとはデモ演奏などもたくさん上がってますので、いろんな動画を見て参考にしてみてください。そしてこの動画が役に立ったよっていう方は、ぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では、初心者脱却プログラム第4弾、また、やっていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。